今日のコースは、はい、まずここから飛んで、はい、修法堂の入り口、はい、観光の駐車場があって修法堂の入り口を通って、それから展望台でぐるっと回りながら、あれなんていうの、ドリーネ、ドリーネ、うん、ドリーネを撮ってくれって今いろんな人から言われてるからそれをとりあえずは撮りながら撮影をするっていう形ですね。向こうで計算したらもう上がって左ターン。パワードパラグライダー、簡易な装備で空を飛ぶことができる乗り物で、ヘリコプターなどが入れない高度300メートル以下を飛行することが可能です。日本では空港周辺などの規制されている地域を除けば法的にどこでも飛行が可能で、西村さんは建物などの CM 撮影から災害の状況確認まで幅広いニーズに応えています。今日は空のプロフェッショナル西村さんに空から見た峯師明慶台の映像をお届けしてもらいます。どうも、私です、藤田です。今日はですね、秋吉台から西村さんが羽ばたくんですけど、今日もですね、宣伝をしっかりしていこうと思います。なかなか人がいませんね。バス、バスですよ、バスが、人ですね、人、人を見つけました。これからですね、パラグライダーでこの空を人が飛ぶんですよ。はい、あ、でもそんな時間、ここで15分まで。あ、そうなんですね。秋吉堂に入るんですよ。あ、8時から羽ばたきますので、もしよろしかったら。見れる見れる、15分いるから。わー、すごい、すごい、こんなたくさんの人に出会えると思いませんでした。あ、今日一人持ちかと思ったんですよ。いや、どうしたのかしら。新潟から来たんですよ。いらっしゃいませ、山口へ。8時から飛ぶので、15分だけちょっと見ることもできると思うので。お父さんは空飛びたいですか？あ、飛んでみたいですね。うん、うん、あ、すごい嬉しい、こんな人に会えるとは。ぜひぜひ、どこっちからですか？右ですね。右から、右からです。そんなの見られるなんて嬉しいわ。でも私たちもよかった、そう言っていただけると私たちも仕事に精が出ます。はい、私山口です。日本一総理大臣の出身。そうなんですよ、現在は8人さんが、うん、現在安倍さん、ありがとうございます。惜しいかな、3人なんだけれども、菅直人さんは、高校生まで山口県にいたったんだけれども、うん、選挙区は東京なんですよ。そうなんですよね。だからね、あの山口県出身じゃなくなってる。本当は菅直人さんも入れればみんな山口の人って有名だよね、昔からね。ありがとうございます。青い水平線を今駆け抜けてく、研ぎ澄まされ。はい、ここからはですね、ディレクターの松田が、話をしていきますが、駐車場を飛び立ちましてですね、下に見えますのが秋吉堂の、商店街になっております。たくさんの、ね、お土産物屋さんが並んでいる場所なんですけれども、まだちょっと人影が見当たらずという感じでございます。この先がですね、秋吉堂入り口になっていましてですね、もう皆さん行かれたことが多分あると思うんですけれども、上から見るとですね、ただもう木が生い茂っているばかりで、見ることがちょっとできませんが、あのくぼみのところから洞窟に入っていくというような、感じなんでしょう。はい、でパラグライダーはですね、秋吉堂を、飛び立ちまして上の秋吉台の方へ向かいますが、果たして観光客がいるところにたどり着けるのでしょうか、間に合うのか。西村さん、方が映画もね、うん、それもそうだけど、パラグライダーだか、あのハグライダーちょっとでも上がりませんね、あの飛んでこない、ね、そうですね、8時過ぎたんですけどまだ、うん、来ないですね。わかんないですね。まあ、今何回もああいうのを見てるから。こう風がないと、うん、ゆっくりかもね。うん、
しい旅を。はい、ありがとうございます。気をつけて。皆さんまた。はい、ということで西村さん、残念ながらバスの出発時間には間に合いませんでしたが、いよいよ秋吉台が、見えてまいりました。いやこの日はですね、ちょっと雨がぱらつくような若干あまりいい天気ではなかったんですけれども、見えておりますね、緑の秋吉台です。おはようございます。山口ケーブルビジョンです。ご苦労さんです。はい、ご苦労様です。お父さん何されてるんです？カメラマンさんでいらっしゃるんですか？あらまあ、親近感を感じます。はい、今はですね、その藤田カメラマンの元へ、上空から西村さんがですね、向かっておりますが、まだ朝8時過ぎということでございまして、まだ誰もいないという感じでございますけれども。はい、お邪魔します。あ、すごい、西村さん。はい、藤田カメラマンは観光客用の写真のところに撮られますが、はい、今ですね、いよいよ秋吉台上空へですね、西村さん来ました。はい、よくあの道路をですね、道路越しから車で見ることが多いんですけれども、なかなかこの上空からの映像というのは、なかなか見ることができないのではないか。おお、すごいすごい、低い。はい、西村さん、ここからちょっとアクロバティックな、操縦に切り替えました。すごい近くにもう石灰岩が、見えると思いますが、遊歩道がですね、この辺はありましてですね、またああいうところを歩いてみるというのも非常に楽しいのではないかと思います。すごいもうゴチゴチとしたこうなってですね、はい、土産物屋さんが見えてきました。はい、展望台を過ぎましてですね、道路沿いに、長者ヶ森という場所があるんですけれども、あそこまで行って、帰ろうという、コースになっております。ちょっと雨がねパラついているんですけれども、しっかりとドリーネが見えると思いますね。この数、なんと一説には数千、5000とも4000とも6000とも、もう数数えきれないぐらいの穴が開いておりますね。もともと秋吉台というのは石灰岩でできておりましてですね、雨水が、石灰岩を溶かしてですね、このようなくぼ地になっていると、ところどころくぼ地になっているということです。中でも下に鍾乳洞があるんですけど、そことつながっているものを陥没ドリーネ、つながってないものをドリーネということで、昔はですね、この中で、ごぼうとか里芋を作っていたという時代もあるという話を聞きました。はい、あ、こちらはですね、いよいよ見えてまいりますね、長者ヶ森でございます。唯一ね、秋吉台で原生林が残る場所ということで有名です。下からカメラマンが一人来ておりますが、どんな絵になっているか、はい、上から見ると小さいんですけれども、下から見ると非常に大きい。昔長者というお金持ちですかね、そういう方が住んでいたという伝説が残る、今すごいパワースポットのような場所になっておりますけれども、下で映しておるのは、うちの妻でございます。今回人員がですね、避けずにですね、とうとう身内まで、借り出すことになってしまいました。どうですか、これ素人とは思えないほどのね、迫力ある映像でございますけれども、はい、はい、そしてですね、ちょっとこちら最後は広い絵で終わりたいなということで、秋吉台、54平方キロメートルという、もう想像がつかないぐらいの広さ、これだけの無数の、穴、
ね、車で通ると岩が目立つんですけれども、こう空から見ると穴が目立つという秋吉台でございました。